今日はね、オフにしてます。最近夏バテ気味で、ランニング急に再開したから、その疲れからね、7日間で5回やったしね。今日はね、昨日ね、ベンチャーにミッドライブ、ミッドウォーターサーバーで3本とか、クリスピープさんの時を掘って、こう、エアポッドマックスで聞いてるし、ユニコカード来てました。今日もユニコカードの違うのやつですが、ユニコカードのシールお気に入りなんで、横で全然午後からの時には聞けませんがね。昨日、M1 プロ MacBook Pro のページでね、週間予定を作るタイムラプスや、iPhone からね、本邦、洋楽、ミュージックソースチャイルをね、ホームボットミニに、iPhone ホームボットミニに近づけて戦争シーンや、昨日ね、アッシャー、洋楽アッシャーのね、タイニーディスコンサート、M1 プロ MacBook Pro テレビについて、で、YouTube でね、かけてました。あ、眠いね。あと何にしようかな。あとは何にしようか。ね、深夜時の短くさせ、0.19日12日させると、近代少年の事件簿は最終回や、最終回はあの人かっていうね、犯人がね、ブラザーが関心、先週の次の回想シーンのね、あの愛が続いての犯行だったかとね、近年、鎌倉殿の13人、小栗旬さん演じる主人公、北条義時とね、政子ね、北条政子ね、小池栄子さんのね、あれが、残るで残らないの、というね、頼朝の死後ね。だから、で、最後、示した坊さんならなかったかっていう話で、頼朝が示したね。あとは、そうだね。大通りね、まあ、父親がね、競技についての、スケートボードの、父親が競技についてのことを知らないっていうね、よくあるある話ですよね、なんかね。でも、オリンピックってね、自分のスケートボードがね、売れて初めてプロになるって話でね、オリンピックもね、もともとアマチュア競技のが光が当たるようにって、アマチュア競技の祭典として始まって、だからね、サッカーはね、プロという団体があったサッカーは23歳からだったり、ボクシングはね、アマチュアボクシング、例えば昔だったら亀田光輝とかね、今だったら井上尚弥選手が出ないんだけどっていう話だったりね、これから始めすると、だからアマチュアボクサーしか出ないって話でね、これから始めすると、どうぞ。
今日はね、ズレで19日人生です。記念日の時も犯人はゲストの中で一応いろんなね、話ですよね。やっぱり恋が、オペラ座の怪人のね、恋が続いて、なんかね、そこから、波がね、反抗にっていう話ですね。あとはね、川和の13人ね、頼朝ついに死すね、二代目頼家、もう頼朝が指名した坊さんにはならなかったなんて話しそう。ニューシーズコートする小栗旬演じるね、北条義時とそれを引き止めるね、北条政子ね、小池栄子さんね。あとは大鶴木ね、共同マネジメントという計画を立ててるあれなんですが、父親がね、スケートが分かんないっていう、ね、スケートボードが分かんないっていう、よくある話だなっていうかね、もう昔やってたのもあるかもしれないけどね。あとはなんだっけ、スケートボードはね、自分のスケートボード、名前が入ったスケートボードが、はや、運転が、批判したら、プロという話でね、オリンピックの選手でも大半はアマチュアだったりして、そう、オリンピックってアマチュアの祭典でね、だからね、昔だったら亀田光輝さんとかね、今だったらね、なんだっけ、井上尚弥さん、あれが、あの人がね、どっちかね、で、ボルクシングで、そういうこともあって、ね、サッカーは昔プロが団体が成立したから、逆にサッカーアマチュア、23歳以下で、日の当たらない場合はアマチュアスポーツ選手に控えようっていうのがなんかね、大会の趣旨、オリンピックの趣旨です。